平井慶太は、日本の薬学者、薬剤師。学位は博士。静岡県立大学薬学部講師、大学院薬学研究院講師。静岡県立子も病院薬剤室、副主任薬剤師、静岡県立総合病院薬剤部、副主任薬剤師、静岡県立大学薬学部助教などを歴任した。臨床薬理学、臨床薬物動態学。 医療薬学を専攻する薬学者である。薬物動態や薬効に関する遺伝子マーカーの研究などが知られており、個別改良の確率に資する研究に取り組んでいた。薬剤師として、静岡県立子ども病院や静岡県立総合病院などで勤務する傍ら、静岡県立大学の薬学部にて、客員共同研究員を兼任するなど、学級活動にも従事した。 その後、静岡県立大学の常勤の教員となり、薬学部にて教鞭をとった。1982年11月に生まれた。静岡県により設置、運営される静岡県立大学に進学し、薬学部の製薬学科にて学んだ。2005年3月に静岡県立大学を卒業した。それに伴い、学士の学位を取得した。さらに、 静岡県立大学の大学院に進学し、薬学研究科にて学んだ。2007年3月、静岡県立大学の大学院における博士前期、家庭を修了した。それに伴い、修士の学位を取得した。薬剤師国家試験に合格しており、大学院修了後は、静岡県により設置、運営される、静岡県立子ども病院に採用され、 2007年4月より薬剤師として薬剤室で勤務した。なお、静岡県立子ども病院は2009年4月に地方独立行政法人である静岡県立病院機構に移管されたが引き続き勤務した。2012年4月には静岡県立子ども病院の薬剤室にて副主任薬剤師に承認した。また、それと並行して2009年10月より 静岡県立大学の大学院に通っており、薬学研究科にて学んだ。2012年9月には、静岡県立大学の大学院における博士後期課程を修了した。それに伴い、博士の学位を取得した。同年10月からは、静岡県立子ども病院での勤務を本部としつつ、静岡県立大学の薬学部にて、客員共同研究員を兼任することになった。 2013年10月、静岡県立子ども病院と同じく、静岡県立病院機構により設置、運営される、静岡県立総合病院に転じ、薬剤部の副主任薬剤師に就任した。2014年5月、静岡県立大学に転じ、薬学部の助教に就任した。2019年4月、静岡県立大学の薬学部にて、講師に承認した。 薬学部においては、主として薬学科の講義を担当しており、伊藤国彦、井上和幸、辻大輝らと共に臨床薬工解析学分野を受け持った。また、静岡県立大学の大学院においては、薬学研究院の講師を兼務していた。大学院には研究員、学部生が導入されていることから、薬職生命科学総合学部の講義を担当しており、 臨床薬工解析学教室を受け持った。専門は薬学であり、特に臨床薬理学、臨床薬物動体学、医療薬学といった分野の研究に従事した。具体的には薬物動体や薬効に関連のある遺伝子マーカーについて解析しており、その知見に基づいたオーダメイド医療の実現を図っていた。呼吸器や循環器に対する 個別改良の実現を目指し、薬物動態や薬効の解析に取り組んだ。また、抗菌薬を用いた適正な薬物治療の実現を図り、薬物動態と薬効の解析に取り組んだ。これまでの業績に対してはいくつかの学術賞が授与されている。ゲノム薬理と薬物動態解析を基盤とした薬物療法及び病態の個別化研究に対しては、 日本薬学会の東海支部より2018年6月に学術奨励賞が授与されている。また、全息患者における増悪発言とのスに遺伝した系統の関連と題した発表を実施したところ、全息の増悪に関連する危険因子についての重要な知見であり、重症全息患者の病態評価や治療に反映されるものと考えられ、 今後の臨床応用が期待されると評価され、日本アレルギー学会より2019年6月に学術大会賞が授与された。その他、2013年10月には、日本肺高血圧学会より、ギャングインベスティゲーターズアワードを受賞した。近畿、北陸機動疾患研究会による、近畿北陸エアウェイディジーズコンファレンスにおいては、2016年4月と2018年4月に、 優秀賞が授与されている。学術団体としては、日本薬学会、日本医療薬学会、日本臨床薬理学会、日本呼吸器学会、日本アレルギー学会、日本 t d m 学会、などに所属した。ありがとうございます。